おはようございます。みさぴょんこです。さて本日は上田達也様ソロコン、何時だと思う？今この私が起きるんだよ。6時12分。めっちゃ眠い。バチバチに眠たい。ということで、あーなんかしゃっくりも止まんねえし、とりあえずご飯食べたいと思います。今日の朝ごはんはこれ、ドーナツ、ママの残りでは合唱いただきます。いただきます。ちゃんとミスタードーナツっぽい。なんかチョイスがママだなって感じ。ごちそうさまでした。コーヒーはメイクエリアに持って行って、今からメイクしに行きたいと思います。では後ほど。はい、それではメイクエリアにやってきたんで、メイクをやっていこうと思います。それではよー。はい、ということでメイクが完成しました。今日はこの後髪の毛をちょっといじってってしようかなって思います。ライブハウスなので、ヘドバン、あ、見切れちゃう。ヘドバンしたら髪の毛が多分邪魔になっちゃうので、お団子、下の位置でお団子にしようかなって思ってます。それでは後ほど。はい、というわけで準備ができましたので、ちょっと早いですが行ってきたいと思います。今日は寒いからね、ちょっと気持ち温めに行きたいと思います。では後ほど。はい、というわけで無事バスセンターに到着しました。今が8時なんですよね。あと30分時間があるんですけれども、結構30分って秒なので待ちたいと思います。それでは後ほど。はい、バスに乗れました。平日なのでめちゃくちゃ空いてます。ラッキーということで、今日も楽しんでいきます。それでは福岡でお会いしましょう。後ほど。ということで天神に到着しました。よっこいせ。髪の毛も崩れてないみたいですね。大丈夫そうです。今からゼップ、いわゆるペペドムマークイズの方に移動したいと思います。それでは後ほど。はい、ということで東神町降りました。天神から東神町なので、結構秒なんですけど、今からマークイズの方に行きたいと思います。楽しみに。ここにいる人みんな上様のソロコンに行くのかと思うと、オラワクワクするぞ。ということで、とりあえずマークイズ行ってプリクラ撮って、なんか飲み物とか飲みに行こうかなって思います。それでは後ほど。カズマの部屋、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 カズマのハンバーガー屋に来まして、今何時？待ち合わせまでもうちょっと時間あるんですよね。友達も別に合流するわけじゃないので、
と1時間くらいあるので時間を潰したいと思います。後ほど。はい、昼公演終わりました。バリ楽しい、めっちゃ楽しい。マスカミンからは埋もれだったんだけど、リッキーから多分レスもらえたと信じてるので、とても楽しかった。いや、もう髪もバッサバサ、めちゃくちゃヘドバンした。また夜の部があるので、それの準備をしていきたいと思います。それでは後ほど。もうボロボロなんだから。はい、ということで夜公演が終了しました。まあスピースってことで最高の、一日を過ごしたわけなんですけれども、今からですね友達と合流をしたいと思うのですが、連絡がつきません。連絡がつきがないのでしばらく待機したいと思います。それでは後ほど。はい、ということでいつもの目黒たんこと美穂と合流しました。どこだったかな、こっち。なので今から、佐久間たんと宮舘たんと合流して、今日は2人とも上田たんなので、あの合流して、チラッと喋って、喋るの？とかお店寄る？あのね、私が明日健康診断なんですよ。あ、かしこまりました。ごめん、大丈夫だよ。あと多分ね、あの佐久間の子は仕事、あなたも仕事多分。うん、私有給。ということでこれからばったり福岡から出ます。ではまたね、後ほど。はい。はい、ということで、ただいま我が家でございます。いやー楽しかった。なんか昼も夜も楽しくて、昼あのまさみんにすごく幸せをもらったので、とてもそれもサチって感じで幸せな気持ちでいっぱいでした。あとはなんか後ろの方だったので、もう好き勝手やらせていただいた部分もあったので、とてもとても楽しい一日となりました。幸せ。次もね、まあ、何かしらで幸せを分けてもらえるといいなって思います。さあ次の公演はもう私は言ってるのでしょうかね。言ってたらいいですね。ということで、まあ次のコンサートの Vlog でまたお会いしましょう。ということで、みさぺこでした。またね。バイバーイ。